はい、どうも向井和です、今日はちょっと報告がありまして、こういう感じ、暗い感じなんですけども、ちょっと言わせていただきたいことがあります。向井和 TV 今日なんと公式キャラクターが決定しました。イエーイ。皆さんね、ちょっと前からご存知の方もいるかと思うんですけれども、こちらですね。デザイナーの富田さんという人にね、僕知り合ったので作ってもらって、まあ、こういう感じで、ちょっと風を、向かい風をイメージしてって言って、ここね、作ってくれたので、これで僕ら新しいね、スタートしていきたいと思うんですけれども、まあ第1弾でこんなものを作ってみました。それがこちら、名刺です。これね、自分でちょっと僕が作ったんですけども、裏もこういう感じでですね。で、こういう感じで作っていきたいとですけど、まあやっぱりね、名刺っていっぱいね、お世話になった人にちょっと渡したいなと思って、今から渡しに行きたいと思います。では、ということでね、僕が今回この名刺を作ったわけですよ。裏がこんな感じですね。で、やっぱりね、お世話になった人に渡したいっていうことで、今日はここに来ました。アイドル込みの家ですね、実家ですね。結構薪とかもらってお世話になってるので、今回はこれを渡していきたいと思います。で、今日なんですけど、やっぱちょっと連絡したらいないということで、まあ、これを作りました。名刺3枚置いていくんだよね。そうですね、まあ、みんなに配ってほしいということで、これを置いていくんですけど、どうですか、これで。あ、おしゃれ、おしゃれですよね。ということで、いきたいと思います。じゃあ、皆さん、これからも応援どうもよろしくお願いします。向井和でした。またね。これですね、今から無造作に皆さんに渡しに行くので、配られた人は周りの人に広めてってもらえるとすごく嬉しいです。 QR コードもついてる。 QR コードもついて、あと Twitter もやってるんで。 Twitter のフォロワー数今何人？ 4 人です。だからね、ちょっとみんなで拡散していきたいなと思います。よろしくお願いします。